本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄呉軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、呂軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と呉の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。藩の中にも戦っている者がいるから、あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。上役選択、史書に書かれた通りの暴君のようだな。直政、水産民を虐げ父肉林にふける、悪逆非道な男だ。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。縁の闘志を見せてやる。手が気を思い守れ。水産、助けてくれ。奴ら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたわね。私たちが必ず守るから安心して。水産、ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。縁の闘志を見せてやる。お強いのですね。私も勇気づけられます。
ならん。命拾いしました。ありがとうございます。神ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。トータクの本体が民、ここからでは間に合わん。金継ぐ殿、神が襲われているぞ。我らの前で何という暴挙を。あ、馬長殿、つのつわけにはいくまい。意と愛の正たる我らが救わねば。さあ、銀兵殿も。はい、力いっぱい頑張ります。一緒にな。頑張ります。共に勝利を。その戦ぶり、我が血もたぎるわ。ということだ。民を死なせてしまうと。私は幸せだ。もう2年、また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、トータクを探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。マイ、あの手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞトータクを追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に悔いの輩を打ち払おう。
では門番に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。そうと言ってもよいだろう。ナオマサ、聖三。知力に挑もうとは邪魔な方だな。無縁の魂を見せてやる。無縁の魂を見せてやる。やれよか。私が負けたらと。それが違う思い。違うもんよ。ナオマサ、
な知力に挑もうとは無謀だな。無念の闘志を見せてやる。自然殿、燃えるような活躍ですね。私の闘争心にも火がつきそうです。東卓軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかして東卓殿はもういないのかの。そのようなならあの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。それがしがうまい。地獄を砕かん。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。董卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの疑心を一つにしたことで麦の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。董卓もその名を口にしていたな。分かった、すまぬが案内を頼みたい。この馬猛き、何者にも屈しはせんぞ。分身の娘、韓銀帝、非力ですが頑張ります。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください。
あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える。それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況。正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ、劉玄徳、大志を掲げ進まん。覇者検証。硬直、全てに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえればさらに戦果を上げられるだろう。